つぼみとさとみの今夜もつやつや。少し前になってしまったんですけど、ええ、2月13日に、はい、世界的に有名な日本の代表する松本零士さん、お亡くなりになりましたね。あ、そうでしたね。アニメはほんとんど見ない私でも、宇宙戦艦ヤマトと銀河鉄道999は知ってますよ。あ、そうよね、有名よね。で、松本零士さんの、さっきつぼみさんがおっしゃった宇宙戦艦ヤマトの主題歌歌ってる、はい、佐々木勲さん、はい、覚えてますか？はいはい、覚えてます、もうこの歌はすっごく耳に残ってますよね。誰でも知ってるんじゃないかなっていうぐらいですよね。はいはい。で、この松本零士さんがお亡くなりになったっていうニュースが流れた日に、私たまたま業界の人と会ってたんですね。で、その方から聞いたところによると、この佐々木勲さんはね、この曲で一躍有名になったそうで、松本零士さんにはとっても感謝してるって言ってたそうです。そうだったんですか。なんか佐々木勲さんってすごくね、アニメ歌手で有名な方ですよね。たくさんの歌を歌っている。映画もね、ありましたよね。そうですよね。私も、つぼみさんと一緒でアニメほとんど見ないんですけど、この宇宙戦艦ヤマトの映画は見ましたね。なんかシリーズがあって、ちょっとどのシリーズだったかは覚えてないんですけど、しっかり映画館で見ましたよ。そうなんですね。私は小さい頃に夕方ぐらいにテレビで見てたなーっていう感じですよね。いずれにしてもテレビや映画でね、日本のアニメの受賞がまた一人減ってしまったというちょっと悲しいニュースでしたね。日本のアニメはもはや日本文化の代表格ですもんね。そうですね。残念です。では今日もそろそろスタートしたいと思います。この番組は FM88.7MHz、 携帯アプリではレディモ、インターネットではサイマルラジオの JCBA からでもご視聴いただけます。はい、おそらく何回か皆さんこれ聞いたと思います。でもやっぱり1曲目はこの曲にしたいと思います。宇宙戦艦ヤマト、佐々木勲。はい、ではね、さて、あさってですよ。あ、おひなさま。ピンポン。桃の節句ですね。ですね。子供の頃、おひなさま飾りました？飾ってました。でも、なかなかね、出してもらえなくって、よく怒ってましたよ、私は子供の頃。早く出してって言って。で、なんか、こう、母がめんどくさがりな人だったから、ちっとも出してくれなくて、当日に出して、なんか今度はちっともしまわずに、5月ぐらいまで出しっぱなしで。5月まで。そういう思い出ですね。なんか、早く出して早くしまわないとお嫁に行けなくなるとかいう言い伝えがありましたよね。はいはい、ありましたね。よく言ってたよね。本当、私はそのせいだと思ってますね。いや、お嫁行くことは言ったじゃん。遅くね。遅かったんですよ、行ったのも。そうなのか。まあ、5月はでもさすがに遅いよね。そうですよね。だって5月5日の単語の節句を過ぎちゃうとか、ねえ、ちょっとそこまで細かいことは覚えてないんですけどね。面白い。まあ、私も実家にいるときは、最初の頃はもちろん母が出してくれてたけど、大体物心ついてからは私と妹で2人で出してましたね。あ、そうなんですか。私も自分で出せばよかったな。そうだよ。どこにしまってあるかわからなかったんですよ。あ、そっかそっか。ああいうのはね、奥深くにね、しまってあるからね。そうですよね。そうだよね。ただね、飾るときにいつも悩んだのが、お雛様とお内裏様、どっちってことですよね。どっちだろう。全然わかんない。あ、そりゃ悩みますよね。適当じゃダメなのかしら。私もちょっとそれずっと長年疑問だったので、でも確か、まあ右でも左でも
どっちでもいいのよって聞いたこともあったので、でね、ちょっとね、今日調べてきたんですよ。はい、お願いします。はい。全国的に販売されているひな人形の9割ほどが関東ひなと言います。その場合は、向かって左側にお代理様、右側におひな様を飾ります。残りの1割は京ひなと言い、左側におひな様、右側にお代理様を飾ります。ということで、今私の家にあるおひな様って、一体一体飾るのではなくて、もうすでにケースに入ってるんです。ひな様と三人勘定まで。これは関東ひなですね、これを読むと。京ひなっていうのは、京都のひな人形のことですよね。そうそうそう。なんで逆なんでしょうね。そうですよね、そこですよ。はい、でね、これも調べました。これは日本古来から左の方が右より格が高いとされていたので、江戸幕府以前は日本文化の中心が京都や奈良だったために、ひな人形も左にお代理様、右におひな様があって、それが未だに引き継がれているのが、京ひなの一番多い説だそうです。そして、その後西洋文化が伝わってくると、右が上位。という国際礼儀の考えが入ってきたために、天皇陛下の即位もこれに従って並んだそうなんですね。なので、関東のおひな様も左側がおひな様、右がお殿様となったそうです。そうなんですか。今の時代はまた変わって、男女平等っていう考え方だから、この、ねえ、またこの左右も、どちらでもいいのかもしれませんね。そうなんですよね。だから今はね、そんなに気にしなくてもいいよっていう考えも少しずつ増えてきたそうですね。おひな様自体も変わってきてますよね。あ、そうか。変わってる。いろんなタイプが出てきたよね。そうですよね。なんか小さい頃って7段とか、7段飾り、8段飾りとか、どんどん大きくなってきちゃって、もう部屋の大部分取られちゃうような、おひな様が流行ってたじゃないですか。流行ってた。今また小さいのじゃないですか？やっぱり、お家が狭くなって、そんなに置けなくなったからなんでしょ、あれは。そうですよね。マンションとかに置きやすいタイプなんでしょうね。そしてね、顔つきも、なんだろう、関東ひなと京ひなって違うらしいですよ。そうなんですか。あまりこう気にして顔を見たことがないけど。そうなんですか。そうなんですって。関東ひなは顔がはっきりした目鼻立ちで、おもなが。京ひなは目が細めで、独特のおっとりした上品なお顔をしてるそうです。へぇー。おっとりしたなんて京都らしい感じですね。つぼみさんの顔は、どっちかな、関東ひな、京ひな。私はね、京ひなですよ。京ひな、目が細めで、そう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 、おっとりした上品なお顔ですね。上品な顔とは言わないですけど、目が細めでっていうところがね。なんかね、確か子供の頃、小学校だったかな、中学校だったかな、なんか、外科の授業か歴史の授業か覚えてないですけど、はい、なんか、平安時代の女性が美人って言って、なんか平安美人みたいな人の顔がね、描いてあって教科書に、そのイメージだと、私は平安時代に生まれれば美人だったのにっていうことを言われたことがあるような気がします。すごいじゃん。すごくないですよ、今の時代にそぐわない昔の。でも美人の顔ってことだよね、平安時代に。平安時代に生まれてたら、平安時代のさ、美人さんって、こう歴史上の世界三大美人の一人と言われた小野妹子、そのイメージ私あるんですけど。どんなでしたっけ、小野妹子。あ、百人一首に登場しますよね。してます、してます。ではね、ちょっと平安美女、調べてみますね。はい、お願いします。はい、じゃあその前に、今日の2曲目いきたいと思います。ひな祭り、この曲、いかがかしら。大塚愛、桃の花びら。
さて、平安時代の美人顔のつぼみさん。やめてください。やめてください。調べました。調べました。聞いてください。はい、教えてください。はい。ちょっとね、長いんですけど、平安時代の美人の条件、ベスト10っていうのがありました。ででででででん。長いですね、ベスト10。長いですよ。はい。まず1位、はい、さっきつぼみさんが言いました。一重で切れ長の目。それなんですよ。うん。そうなんですよ。ね、なるほど。うんうんうん、第2位です。小粒でツンと尖った鼻先。え、それは違いますね。違いますか？じゃあ3番目。小さめの口。うん。小さいです、うん、口は。小さい、うん、小さいんですよ。じゃあ4番目、うん。はい。ふっくらとした顔。めちゃめちゃふっくらしてます、今。うん、今、優しめにやったのにめちゃめちゃってきました。めちゃめちゃふっくらしちゃった。うん、じゃあ、5番目。女性らしいぽっちゃり体型。ぽっちゃりどころじゃないですからね。どうなんだ、やっぱぽっちゃりがいいんですね。まあ、平安時代だけど。平安時代は。はい。じゃあ6番目、奥ゆかしい控えめな性格。うん。はい。で、7番目、長くて綺麗な髪の毛。長いですね。長いね。お、ちょっと、ね、ちょっと長めですね。はい。8番、こちらは教養。ああ。教養は大事ですよね。大事です。今日は大事、ね。よく勉強してるんでね、うん。はい。じゃあ9番目、化粧は真っ白なおしろい。これはちょっとね。完全にこれは提案ですね。はい、そして最後10番目。引き眉。引き眉ってね、元々の眉毛を抜いたり剃ったりして、なくしていくらしいんですよね。元の形よりもちょっと高いところに、こう横長の円の形をこう。ああ。よくマロ。昔の。そうです。うん、うん。そうですよね。マロですよね。そう。うんうんうん、あれ、引き眉っていうらしいですね。あれ、みんなしてたんですかね。昔の人はね、時代劇なんかで見ることありますよね。あるあるある。ね。あれが美人の条件だったからしてたんですね。ベスト10って言ったのに、最後、いいのありましたよ、はい。うん。11番目になっちゃいましたけど、綺麗な声。ほう、声も入るんですね。うん、美人の条件。アスバイスやってますからね。うん、ね、今半分ぐらい丸でしたね。おお、素晴らしい。はい、以上が平安時代の美人さんの条件でした。ちょっとひな人形から話ずれましたけどね。ひな人形といえば、うんうん、埼玉では岩槻は有名なんじゃないですか？有名です。ねえ、行ったことないんですけど。うん、ないですか、うん、そっか。岩槻ね、ひな人形作ってるお店たくさんありますよね。うん。一度行きたいと思いながらまだ行けてないんですよ。あれやってくださいよ、例の。よく、なんかイベントをやってるじゃないですか。どこかに行くイベント、はい、うん。どこかに行くイベントやってます。それでみんなで行ったらいいじゃないですか。そうですね。今度企画しますよ。うん、お願いします。はい、はい、はい。ね、今の時期は忙しくて多分無理なんですけど、時期外せばいけると思うので、行きましょう。うん。行きます、行きます。はい。そして、岩槻の駅前には、ロケット型のひな人形のからくり時計があるの知ってますか？知らないよね。知らないです。行ってないんだもんね。うん。うん。あのね、時間になるとね、ロケットの中からひな人形がピュルピュルって出てくるんですよ。んで、そこに、最初の男女が、笛と太鼓とお琴を持ってて演奏するっていう、からくり時計。なんでロケットなんですかね。わからない。なぜなんだろう。そう。検索したけど出てこなかったんですか？出てこなかったね。見てる時も、うん、あ、なんで、思って、その場でも検索したんだけど、確か出てこなかった。謎です。そうなんですか。はい。それでね、駅前に、東玉って読むのかな、東玉って読むのかな、人形博物館っていうのもあったんですね。
で、それは調べたら、江戸時代からの、御所人形とか、ひな人形、操り人形、からくり人形、そういったものが展示されてるらしいです。面白そう。江戸時代からそこで作られていたんですかね。そうじゃない。そういう文化があったから、そこに博物館があるのかもしれないね。ねえ。日本文化、面白そうですね。面白そうです。はい。じゃあ、ぜひ、人形ツアー、お願いします。そうですね。ぜひ、行きましょう。はい。ではね、そろそろ最後の曲なんですけれども、最後はこちらをお聴きください。オペラ座の怪人。はい。なぜこの曲をかけたかをちょっとご説明したいと思います。はい。はい。3月といえば卒業シーズンですね。そうですね、はい。海外に行く人も珍しくない今日この頃ですけれども、これなら私も行ってみたいなと思う情報が入ったのでご紹介します。さとみさんが行きたいプランですか？そうです、そうです。はい。今かけた、オペラ座の怪人なんですけど、なんと、パリのオペラ座に泊まれるというプランがあるそうですよ。パリのオペラ座に宿泊？そう。高いんじゃないですか？ところがですよ。一泊5000円ぐらいだそうです。そんなに安いんですか？そう。その、物価の高いパリで。そう。有名なオペラ座で。そう。そうなんです。何があったんですか？何があったかはわかりません。ええー。なんか寝室はな、すごくドラマチックすぎる場所。あれですか？なんだっけ？なんだっけ？今やってるじゃないですか。もう終わったのかな。ああ、GoTo トラベル？そうそうそう。それ、それかしら。わかんないです。なんだろうね。まあ、とにかく、泊まれるらしい。だからね、寝てる場合じゃないって言ってる人がいましたよ。ああ、寝てるのもったいないですよね。そうですよ。オペラ座の怪人だもん。なんかね、そのオペラ座の、怪人の中に出てくる有名な地下湖、地下の湖があるらしいんですけど、それもツアーでね、行けるそうですよ。なんだかすごい内容ですね。そしてこの申し込み。3月1日から予約開始です。3月1日って今日じゃないですか。ね、そうですよ。聞いて、オペラ座に泊まってみたいって一瞬でも思ったあなた、今すぐ予約した方がいいですよ。きっとすぐにいっぱいになってしまいますよ。ですね。どこで予約するんですか？はい、それもわかりません。ぜひ、ウェブで調べてください。なんだ。今すぐ、調べてくださいね。はい、調べてください。ということで、今日は逃げるようにしてお時間となりました。はい、花粉がビュンビュン飛び散ってます。あなたの花粉対策を教えてください。私たちの各トークはラジオ川越公式 YouTube に載っています。ぜひこちらもお聞きください。はい。私たちへの質問、コメントをお待ちしています。携帯アプリではレディモに表示されている番組のつぼみとさとみの今夜もツヤツヤをタップしていただくと Twitter に飛ぶことができます。そのままレディモにコメントを書いていただくこともできます。この番組のお相手は元アラフォーアイドルのつぼみと時々和太鼓奏者さとみでした。この後も引き続きラジオ川越をお楽しみください。